あ、皆さんこちらシースです。来たる4月15日サガフロンティアリマスター版発売というわけで、次の実況はこれサガフロリマスターにしました。いやーめっちゃ楽しみ。ミンサガでサガシリーズにハマっていろいろやり込みしながら結局5周実況して、その後にロマサガ3を2周、現在はロマサガ2の2周目実況中と、気づけば FF 実況者からだんだんサガ実況者になってきてるのかもしれん。でサガフロリマスターの実況ですが、今実況しているロマサガ2の2周目やり込み実況と並行して来週から動画を出していこうかなと思っております。そこでサガフロ実況を始めるにあたり、1周目の主人公を誰にするかのアンケートを取りたいと思います。サガフロには主人公が8人いるらしいんですよ。原作のプレステ版では7人、そして今回リマスター版でヒューズが追加されて8人になったようです。誰で始めるかめっちゃ迷ってて、私の動画をいつも見ていただいている方には恒例ですが、アンケートで主人公を決めようかなと思っています。完全初見、ネタバレなし、攻略アドバイスなしの1周目で使ってほしい主人公をこの動画のコメント欄に記載いただけますと幸いです。サガフロは結構サクッとできるようなので、もしかしたら結局全キャラ実況とかしてるかもしれませんが、まあ皆さんのおすすめ主人公でも、完全初見の1周目でやるならこのキャラだろうという観点でも、どんなコメントでもいいのでコメントいただけますと幸いです。一応8キャラ全部見ていこうか。まずはレッド、悪に立ち向かう正義のヒーロー。リージョンシップキグナスの見習い機関士。リージョンシップってなんや。母と妹を殺した悪の秘密組織ブラッククロスに完全と立ち向かう正義のヒーロー。もう名前からして主人公だもんな。そしてブルー、イケメン。兄弟を倒さねばならぬ宿命の魔導士。あー、双子の兄弟を殺さなければいけないと。そうしないと本当の魔術の力を得られないという。いや、得なくてもよくないかそれは。なんかあの烈火の炎を思い出すんだけど、わからないかみんな。自分の任務を忘れてしまったメカ T260G 種族メカ。これ見るとさ、もう完全にクロノトリガーなんだけど。ミンサガ、ロマサガ2、3とやってきましたが、なんかさ、サガフロってその中でも世界観異色な感じするよね。いやー、クロノトリガーのロボ良かったからな、これも期待。そしてヨークランドの砲塔者リュウト、素直で屈託のない性分だけが取り柄のだけがってさ、屈託のない性分だけが取り柄だけがって言ってやるなって。きっとこいつにも他にいいとこがあると思うが、働くこともなくブラブラしている彼がないかもしれん。他にやっぱそこだけが取り柄かもしれん。え、なんかさ、こいつだけ運命軽くない？なんかさ、親族殺されてたりさ、兄弟殺さなきゃいけなかったりさ、なんか大事な任務があるメカとかさ、ある中でのこれをブラブラしていて生まれた土地を離れることになった。いいんか竜とお前そんなんでいいの？この主人公の中にさ並んでて浮いてないかお前。そして殺された恋人の仇を追う女エミリア。ほらやっぱさ、みんな結構重い人生背負ってるぜ。元トップモデルは美人さんだわ。このさ 3D のキャラアイコンみたいなのってリマスター版からなのかね。ちょっとね、ネタバレ回避のために原作のプレイ映像すら見てないんですよ。でもこの 3D のキャラがめっちゃ可愛いね。翻訳者が誰かに殺されて、あ、その犯人だと思って監獄送りになっていたと。で真犯人ジョーカーを追うために脱獄すると。プリズンブレイク。あら可愛い。人間と妖魔の狭間でさまよう少女アルセス。種族汎用。もうティナじゃん。 FF6 のティナじゃないこれは。となるとこのトカゲがカーバンクルに見えてきたわ。事故で死にかけたところを妖魔の君オルワージュの血をもらって生き延びた。あー、なるほど、そのパターン。めっちゃ強いやつの血入っちゃって人間やめちゃったパターンか。あるあるよねこういうの、めっちゃ好き。そして、あらかわいい。故郷を救うために指輪を探すモンスター、モンスターくん。なんかすごいパワーの指輪があるみたいだね。
ロード・オブ・ザ・リング、指輪物語、いやでもあれは探すんじゃなくて捨てる話だっけ。てかさ、探しリーズでさ、指輪っていうとさ、あのエロールがさ、シェリルをさ騙してさつけたさ、あの指輪を思い出すんだけど、ディスティニーストーン説あるんじゃないの。そして画面のバグで下のアイコンが消えたわ。え、これは何、最終的に死んでしまうみたいな、そんな未来を暗示している。わ、やめてくれ、結構可愛いのに。でもなんか幸薄そうだから、マジでバッドエンドなりそうで怖いわ。で、最後に今回追加されたヒューズ、IRPO の切れ者捜査官、なんかね、警察いるっぽいっすよ。どんな世界観ね、探シリーズに警察いるん、新鮮なんだけど。大体さ、探シリーズに警察いたらさ、まず最初に捕まるの主人公だよね。少なくとも私がやったら開始10秒で追いかけ罪で逮捕されるわ。まあ完全初見でやるんだったら、追加キャラを1周目に選ぶっていうのはちょっとナンセンスな感じもあるよね。というわけで以上が主人公8人。なんかさ、サガフロは本当に主人公ごとに完全にストーリー違うっていう感じもあるよね。だから今まで以上に全キャラやる意味が出てきてるのかもしれん。では皆様、この中からどの主人公を使ってほしいかコメントお願いいたします。というわけで来週からサガフロリマスター版実況を投稿していきますので、よろしくお願いいたします。ではご視聴いただきありがとうございました。